こちらね、あのフランスアーさん出ていただけますかみたいなお誘いいただいたときにね、どの曲をやろうかと思ったら、もうぴったりの曲があって、で、あのそれがあのビートたけしさんの浅草キッドっていう曲なんですけども、あのこの間っていうか1年2年前にネットフリックスであの映画化されたんですけど、ご覧になった方おられますか？あ、おられますか？1人、まあまあやりやすい、はい、2人、ちょっとやりにくい違うか、そうですね、あのこれあのご存知でしょうけども、劇団ひとりさん監督で、で、あのビートたけしの役をあの柳田さんがやっておられて、で、あの師匠役を大泉洋さんがやっておられるんですけども、であのこれ あの主たる場所というか、あの舞台があの浅草にあるフランス座っていうストリップ劇場なんですね。でまさに、あ、フランス座っていうのになって、で、まあ、あのストリップの合間合間 そのちょっと15分とかの間にその漫才とかそういうコントとかをやる感じなんですけども、でもこれをやるしかないねということで、はい、浅草キッド。お前と会った仲見世のニコルしかないクジラ屋で愛の淡い弾けた約束は明かりの消えた浅草のこたつ一つのアパートで言わないで。
2番でよろしくお願いします。ですか。はい。あの今日は本当どうもありがとうございました。森園さん呼んでいただいてありがとうございました。森園さんありがとうございます。そしてあの今日お越しいただいたお客様、いい人ばっかりです。今度あのもうおでこにいい人ってマジックで書いて。欲しいぐらいですけど、本当雨の中お忙しい中本当どうもありがとうございました。いやありがとうございました。すいませんでした。よくあるんですよ。どうやります、どっちかかね。すいません。はい、ちょっといい、はい、忘れたよ。パンダディ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 。